会所コーチ養成スクールの彩子さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまず彩子さんがもやもや解消コーチの養成スクールに入ろうと思った、はい、きっかけを教えてください。きっかけは、うん、旅人の野良犬沢さんのコミュニティに入っていて、うん、はい、でそこのセミナーで、ルンさんを紹介されていて、うんうん、スペシャルゲストというか先生として来てくださるっていう方が、うんうん、もやもや解消コーチっていう肩書きがすごく気になって、うんうん、でそこからメルマガを取ってでコーチになりたいなと思いました。うんうんうん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもやもや解消コーチの養成スクールに入る前の彩子さんの心の状態というか、うんうん、まあこれまでの人生どういう感じだったのか教えてください。はいはい、ずっとというか海外に行ってたこともあったんですけど、うんうん、帰ってきてからの OL をやっていて、うんうん、でも慣れない OL 事務の仕事がすごく苦手で、うんうん、でもう結構人生の迷い子みたいになってて、うん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 、私の好きなことってなんだろうとか、うんうん、やりたいことってなんだろうってすごい模索ずっとしてて、うん、うん、もやもやずっとしてました。あ、そうなんだ。そっか、うん、じゃあ もやもや解消コーチの養成スクールに入ってから心の状態ってじゃあどういうふうになりましたか？はい、うんうんうん、心と行動を一致させるっていう、うんうん、ことをやっぱすごくやるようになって、うんうん、で一つ一つすごい細かいことを何食べたいとか、うんうんうん、今日どこに行きたいっていうのをすごい細かく聞くようになって、うんうんうん、すごい満たされてる感じが、うんうんうん、小さいことでも幸せ感じられるんだなっていうふうに思うようになりました。うんうん、まあ、彩子さんはもともと海外が好きっていうことで、うんうん、はい、まあ、この間もタイに行ってきたんですよね。はい、どうでした？めっちゃ楽しかったです。タイで何をしてきたんですか？タイでいろいろやりました。やりたいことリストを作って、うん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 、ヨガとか瞑想とか、あと、うん、タイの衣装を着て写真を撮るとか、うん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 、あとサルサダンスをやるとか、うんうん、あと友達に会うとか、うん、美味しいご飯を食べるっていうのを全部クリアして、うんうんうん、心と行動を本当に一致させて行動してました。うんうん、今まで海外は、うんうん、まあ、お仕事お休みとか長期休暇とか取って行ってた感じですか？うんうん、ワーホリで行ってて。あ、そうなんや。はい、どこに？3年ぐらい。ニュージーランドとオーストラリア。オーストラリア。はい、うんうん、そっか、そうなんや。はい、どうでした？そこでの生活は。そこでの生活は、うん、楽しかったけど結構辛いことも結構あって、もやもやしてたんですよね。もやもやしてたんだ。海外でももやもや。はい、結構私の人生もやもや。それは悩む。何を考えることがすごい多いですよね。うん、すぐパッてやれればいいんですけど、うんうんうん、ああでもないこうでもないって考えて、ワーホリも行きたいんだけど、うん、行くまでに3年ぐらいかかってるんです実は。あ、そうなんだ。仕事辞めて将来大丈夫かなとか不安だったので。で帰ってきて何年ぐらいですか？うんうん、今帰ってきて4年ぐらいですかね。4、5年ぐらいかな。へえ、その間どんな感じだったんですか？会社で。会社で？会社でというか、こう人生全般的にずっともやもやしてて、うんうん、もうこれは我慢ならねえって辞めたんですか？最初帰ってきて、海外から帰ってきて、うん、もうこれから日本で住みたいんだけど何やろうかなっていう感じだったんですよね。うん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 、また戻ろうっていう感じではなくて、うんうんうん、でもじゃあ、まあ、海外に行ったから、まあ、どこでも住めるように手に職がつけたらいいのかなと思って、うんうんうん、じゃあジムも手に職かもってなんかその時は思ったんですよね。
周りの旅人が、うんうん、みんなあの派遣をやりながら、うんうん、あの旅にあの働いて辞めて旅に出て、うんうん、でまた働いてっていうスタイルだったので、うんうん、私も旅を続けたかったから、うんうん、そのスタイルしかないのかなって思ってたんですよ。へえ、その澤さんはどうやって見つけたんですか？澤さんはなんでだったんだろう。多分マイルとかだったのかな。うん、なんか多分マイルか旅行のことか何かを調べてて、うん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 、そしたら多分他の方が澤さんを紹介してる方がいて、うんうんうん、でなんか飛んだんだと思います。へー、うん、衝撃でした初め。最初衝撃でしたね。なんかすっごい面白そうな人がいると思って。うん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 。もうね、ホームページからしてもすごい明るい感じだし、うん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 、キャラクターがすごい確立されてるので、うんうん、で今澤さんの、はい、まあ、うんうん、セミナーに行ったりコンサルを受けたりしながら、うん、まあ、並行して、うん、山会社校長養成スクールで、はい、まあ、コーチングのお勉強っていう感じですね、うんうん、はい、はい、じゃあこれからの彩子さんの夢を教えてください。これからの私の夢は、うん、幸せな家庭を作ること。どんな、はい、そう、幸せって言ってもいろいろあると思うんですけど、そうです。あやこさんにとっての幸せは、はい、うん、私にとっての幸せは、うん、いつもみんながリビングにいて、うん、もうなんかたわいもない話でいつも笑ってて、うん、うんうんうん笑顔が絶えない家族です、ね、うーん、素敵ですね。で、まあ、みんなで一緒に旅とか行けたら、うんうん、もうそれはもう最高で、そういう、うん、なんか面白い家族が作りたいですね。うん、なるほど、うん、ぜひぜひ作ってください。はい、はいはい、じゃあ、まあ、これを見てる人に、はい、何かメッセージというか、まあ、まだ、うん、今モヤモヤしてなかなかこう、ね、好きな仕事が見つからないとか、まあ、旅に出たいけどなかなか出れないとか、まあ、いろいろみんなモヤモヤしてるとは思うんですけど、はい、まあ、彩子さんはどういうことを伝えたいですか？そうですね、やっぱり楽しいことをやる方がエネルギーが本当に出るっていうのが、うんうん、もう改めて本当に分かったので、うん、もうみんなやりたいことがあったら、うんうん、どんどんやった方がいいよって言いたいですね。うんうん、今、うんうん、いっぱいやってますもんね。そうですね。はい、うん、うん、楽しいです。うんうん、はい、うん、よかったです。じゃあこれから、まあ、彩子さんがコーチとして活動していくんですけど、うんうん、まあ、どういうお客さんに来てほしいってありますか？うんうん、やっぱり私みたいに、うん、なんか何をやっ、多分何やったりか分かっいるんだけど、うんうんうん、好きなことをしたい、楽しいことをしたいんだけど、それってお金にならないって私は思ってたから、それって遊んでるだけだよってすごい思ってたって、でもなんか楽しく生きててもいいんだよ、楽しく生きたいな、だけどなんか方法がわからないとか、なんかもがいてる私も、過去の私みたいな人に、あの、楽しんでもいいんだよって言いたい。うん、今の彩子さんは、うん、まあ、楽しみながら、はい、こう、まあ、大好きなことをとことんしながら、うんうん、まあ、夢もお金も引き寄せるという、 もう方法は、はい、もう道は見えましたか？見えました。あ、よかった。はい、うん、はい、よかったです。もう花粉症で鼻水が止まんない。やばい。見てください。はい。ありがとうございます。はい。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。